木造伊豆山権現立像。この像は近世まで伊豆山の神社に祀られていたが、神仏分離後に若涯に移された。伊豆山権現は伊豆山の山岳信仰と修験道が融合した神仏集合の神。千樹観音、阿弥陀如来、如遺林観音を本事仏とする。神仏分離、廃仏希釈が行われる以前は伊豆山権現社。 そういう山繁荷院で祀られた。伊豆山山所権限、そういう権限とも呼ばれた。現在の静岡県熱海市にある伊豆山は、海岸に沿って走るような形で温泉が湧いていたため、そういう山とも呼ばれ、古くから山岳信仰の対象となっていた。現在の伊豆山の神社の社殿によると、創建は、紀元前5世紀、紀元前4世紀の頃、 高昇天皇の時とされ、当初、御神霊は、日金山に沈まっていたが、後に、本宮山に移ったとされる。その他、王神天皇の時代に、日金山頂上に現れた遠鏡を、松葉仙人が奉仕したのが、そういう権限の始まりともされており、木星仙人、金字仙人、乱脱仙人が続いて現れた。伊豆山権限は、 仁徳天皇の直眼書とされたほか、以後、聖明天皇、離達天皇、水古天皇、光徳天皇の、それぞれ直眼書とされたとされる。文武天皇三年修験道の快祖と仰がれる、猿皇綱が、宗湯山に道を混流し、以後は、修験道場として流盛した。伊豆山三所権現は、発体は、千樹観音の衰弱、俗体は、阿弥陀如来の衰弱、 呂体は、呂遺林、観音の衰弱とされる。昭和三年、社殿は現在、伊豆山の神社がある地へ移された。伊豆山権限は、箱根権限と合わせて二所権限と呼ばれ、鎌倉時代には、鶴岡八幡宮に次いで、関東武士の信仰を集めた。安嶋鏡には、平治の乱の後、伊豆国に流された、源頼朝が、自称四年、伊豆山権限に、 現時最高の祈願をしたとの記載がある。その後、鎌倉幕府を開いた頼朝から、伊豆山権現は多大な寄進を受け、赤八州の総鎮守とされて、歴代の将軍の崇敬を受けたとされる。室町時代には、当時と共に、伊豆山権現を参拳する者が多く見られるようになった。また、五奈良天皇の直眼書とされ、同天皇から、 自筆の信仰を奉納されたとされる。天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐で伊豆山権現と、神宮寺のつ権院は消亡したが、文禄3年から慶長17年にかけて、徳川家康は、高野山から海運を昇返し、神宮寺に、宗湯山半屋院の称号を与えて、伊豆山三所権現を復興した。 これにより、江戸時代の伊豆山は十二の僧帽と七つの主原帽を有するなど繁栄を取り戻した。また、宗湯山繁荷院は、新言州伊豆派の本山として、関東一円に大きな勢力を誇った。こうして、初代名が熱海に当時に来た際は、伊豆山権現に参詣して、宗湯を見物していくことも多く見られるようになった。明治維新の神仏分離令による、 廃物希釈によって、主言道に基づく伊豆山三所権限は廃された。そうゆやま半は、伊豆山の神社と高野神山真言宗の宗ゆ山ま半院に強制的に分離された。少数だが廃物希釈を乗り越えて、現在でも、伊豆山権限を祀る寺院が存続している。ありがとうございます。